テレ東。復興より国会議員が大事だと出言し辞任した桜田オリンピック担当大臣、その出身派閥二階派の重鎮が派閥の会合で失言防止の秘策を所属議員に訴えました。失言の類はあまり触れるのも愉快なことではないんですが、いつも言っておりますようにね、6つの他っていうのがあるんですよ。これを必ず心に留めておいてください。まずみんなメモした方がいいですよ。伊吹元衆院議長が訴えた失言防止のポイントはいずれも他が頭文字で、立場を考える、正しいと思ったことを言うとき、タイミングを考える、例え話を言う、他人の悪口を言う、他人の会合で話すときの6項目です。これらのシチュエーションでは失言が出やすいので警戒するよう戒めました。若手議員の中には伊吹氏の忠告についてメモをしっかり取る姿も見られましたが、再発防止に効果があるかは未知数です。党の桜田氏は派閥の会合は欠席しましたが、二階幹事長からは内々に次に向けて頑張るようにとの激励の言葉があったということです。復興以上に大事なのは高橋さんでございますので、よろしくお願いします。ただあまりに閣僚としての自覚に欠ける発言に、党内から政権の緩みを指摘する声も上がりました。発言自体はあってはならない発言であり、誠に残念なことであります。先日は国土交通副大臣の、辞任もありました。背景にはこの政権あるいは与党における、気の緩みがあるのではないか、こういった指摘があります。いろんな閣僚辞任等が起きております。くれぐれもですね、ご注意をいただいて、よくご発言の際にはこの頭の中でまず考えてからものを言うように、これは当たり前のことなんですが、忖度発言をした塚田国交副大臣に続く失言による辞任。自民党内では閣僚辞任が相次いで参院選に大敗し、第一次安倍政権が退陣した2007年のようだといった声も聞かれ始め、危機感が漂っています。